皆さんこんにちは、ドクター芹沢です。今回の送信劇バトルも高難易度の後半戦が解放されました。後半戦を戦う前にまずは自分の戦力を強化しておきましょう。今回のポイント報酬にはレジェゴジがラインナップされています。前半戦でポイントは十分に溜め込んだので二次地図も含めてゲットしていきましょう。また今回はピックアップ金地図を5回まで交換できるようなのでそれも全部回していきます。まあ全滅でしたけどね。今回ゲットしたレジェゴジと二次地図から出たバニゴジとで星42体をそれぞれレベルアップさせることができました。レジェゴジ君はレベル11へ、バニゴジ君もだいぶ強くなってきましたね。そして今回のスペシャルミッションはレジェゴジは当然入ってくるとして、ショゴジにスーパー X、 キングシーサーとデスギドラか。シーサーと X 以外はちょっと難易度高いですね。果たしてどのくらいクリアできるのか。準備ができたので早速後半戦を戦っていきましょう。ガイガンリーダーのレベルは前半戦と同じレベル25です。デスギドラを使うとき注意すべきはスタン攻撃です。デスギドラの攻撃範囲は広く貫通効果もありますが、攻撃速度が遅いためデスギドラが攻撃する前にスタン攻撃されるとそのまま釘付けになってしまいます。もし今後皆さんがランクマッチでデスギドラを使う機会があるときは相手のスタン攻撃持ちを倒せるユニットを援護に向かわせましょう。いきなりデスギドラのスペシャルミッションをクリアしてしまいました。後半戦は前半戦と同じように戦ってはいけません。多少のレベル差があったとしてもユニット単体では突破できないステージが増えてきます。相手の出方を見て対応するユニットを展開するのが基本ですが、決められる時に一気に攻め切る選択をしておかないと相手リーダーの体力を削りきれず長期戦でこちらが負けてしまいます。この辺りの判断力はランクマッチでも生きてくる能力です。いくら後半戦のステージが難易度高いとは言ってもユニット相性によっては完封に近い戦い方ができる時もあります。手札に引けるユニットはランダムなのでなかなかうまく噛み合うことはないかもしれませんが、こういう展開を見ると高コストユニットの殴り合いだけがゴジバトじゃないってことがわかりますよね。ウェーブ60は空中ユニットが有利なステージです。ですが手札の組み合わせによっては地上ユニットのみで挑まなければならない時もあります。前シーズンではこのショゴジはゴジラ1989でしたね。空中ユニットがいれば群れやコングについて一方的に攻撃できるので楽なんですが、地上ユニットだとそうはいきません。ビオランテもいないので今回の攻略にはかなり時間がかかってしまいますね。できれば早期に決着をつけてしまいたいところです。序盤は右サイドが手薄になるのでシーサーやラドンなどの突撃を仕掛けるときは右サイドを攻めましょう。このステージで時間が経つと次々に厄介なユニットがやってきます。モゲラを手元に持っている場合は中盤で出てくるスーパー X 用に残しておいてもいいでしょう。射程外からチクチク攻撃してくるスーパー X は後半戦では特に注意すべきユニットです。ウェーブ60の序盤戦で相手リーダーを仕留め損なうとこんな状況になってしまいますので、相手の攻勢を受け切って勝つよりも隙を見つけて突撃する方法を考えた方がより攻略しやすいはずです。勝った負けた大変だだけではなく、どうすればよりよく勝てたのか反省は常に行っていきましょう。ウェーブ61も空中ユニットが欲しいステージです。前半戦のウェーブ49ではスーパー X が一直線に並んで飛んできましたが、今回も兵器系ユニットの防衛戦が展開されます。メーサーのスタン効果に釘付けになっていると後続のユニットに集中砲火を食らってしまいます。相手の結晶体を囲むようにメーサー基地が置かれるのでラドンやシーサー、モゲラなどの突撃速攻は効果ありません。このステージでは
序盤の防衛線を突破してしまえば、あとは少しずつ前線を押し上げていくだけですので、比較的クリアはしやすいと思います。ウェーブ61から63は比較的ユニットの数が多く登場してくるので、戦力に余裕があるときはこの3ブロックを撃破数の稼ぎどころにしてもいいでしょう。リーダーの囲まれにさえ注意すれば、時間もかからずにウェーブ19から21以上の撃破数を稼ぐことができるかもしれません。後半戦最初のピンチはウェーブ69でやってきました。このステージでは強力な空中ユニットが次々出てきます。序盤はヘリしか出ませんが、ラドンを筆頭にボスラ、メガギラス、バトラが連続で登場してきます。下手に迎撃ユニットを向かわせても集中攻撃を受けてしまいますので、相手の攻撃を受け流しつつ攻勢を仕掛けるためには一旦リーダーまで引きつけてから素早く倒してしまいましょう。突撃チャンスとしてはこのモスラ、メガギラス、バトラを倒した直後です。相手の攻撃が一旦途切れるタイミングですので、この機を逃さずカウンター攻撃を仕掛けましょう。しかし倒しきれなかったらかなり厄介です。なぜならキングギドラを倒した後、モスラ、バトラ、メガギラスがもう一度出てきてしまうからです。2回目のこの攻勢を受け切るのは至難の技です。1回目のカウンター攻撃で決め切ってしまう覚悟で戦力を集中させましょう。また送信撃バトルでの障子の挙動についてですが、やられてしまった後ゴジラ族に入れ替わるところは変わりませんが、ゴジラ族が手札にいようが山札にいようが関係なくランダムに入れ替わるようです。また進化ユニットと同じように3ブロックが経過すると入れ替わりのユニットもリセットされるようなので、障子の入れ替わり効果を使えるのはかなりの運要素が必要になってくるようです。ことに怪獣王というのは扱いのままならない存在なんですね。相手のデスギドラとファイヤーラドンを倒してしまえば、このステージでは後続は現れません。ここまで完全に受け切ることができたら、あなたのプレイヤースキルはかなり高いと言えるでしょう。ウェーブ70では左サイドをメーサー部隊が塞いできます。ヘドラやシーサー、デストロイヤといった厄介なユニットが右サイドに集中してきますので、なるべくメーサーの邪魔を受けないように右サイドに戦力を集中させましょう。極端に言えば左サイドのメーサーは全部リーダーに任せるくらいでもいいかもしれません。右サイドの攻勢を受け切ってしまえば、あとは楽に行軍できるでしょう。ウェーブ76は前半戦と同じく幼虫防衛戦が展開されます。序盤で突撃を仕掛けるときは右後方のビオランテを避けて左サイドから攻めましょう。モゲラがいればやや左寄りに配置してもいいですね。このステージでのセオリーは前半戦と変わりません。ただし戦力は前半戦とは比較にならないので、突撃を仕掛けるなら素早く行いましょう。タイミングを逃すとモスラ幼虫に行動を制限され、デストロイヤの幼体に突撃を止められてしまうことになります。ここでもモスラ、メガギラス、バトラのトリオが出てきますので、突撃速攻が決められなかった時はかなり難しい戦況になってきます。戦力が整っていてもちょっとしたタイミングの違いで戦況が悪くなることがあります。主力がいたとしても油断は禁物です。どうすれば一番ダメージが少なく突破することができるのか、ユニットを配置する場所とタイミングの見極めは必要です。特にウェーブ76は3ブロックステージの一番初めに当たるので、ここで大きなダメージを負ってしまうと残り2つのステージクリアがかなり難しくなります。次のチェックポイントにたどり着くためにはこのウェーブ76での戦い方が鍵になります。ウェーブ80では初っ端にレジェゴジが登場します。しかしこのステージは全ての送信撃ステージの中で一番突撃速攻が仕掛けやすいステージだと思います。群れ系もいませんし、相手のユニットが出てくる間隔がすごく広いのでね、
ウェーブ50と同じようにレジェ50を避けて右サイドをどんどん攻め込みましょう。突撃速攻ユニットが来なければレジェ50を倒すしかなくなりますが、ユニットの出現間隔は広いので、このステージでは対処療法的なユニット配置でも十分間に合う展開となるでしょう。相手のユニット耐久力の高さを感じたのはウェーブ82でした。さすがは後半戦ステージです。ほんと微妙な力の差で生き残ってしまうことがあるんですよね。いくらあと一撃で倒れてしまうほどの体力だったとしても、そのあと一撃を入れるまでが大変だったりするんです。このステージではショゴジに加えてレジェゴジとコングもやってきます。最初のショゴジでかなり粘られてしまい、コングを盾にしたレジェゴジの連続攻撃に序盤からかなり差し込まれてしまいました。ほんと相手のコスト無限が憎いですよね。その後もテレストリスや後方のスーパー X など相手の布陣はかなり厄介です。ショゴジをはじめコングやレジェゴジを素早く倒してしまわないと、このステージはかなりクリアが難しいでしょう。空中ユニットがいればまだ戦いやすいでしょうが、地上ユニットが充実していたとしてもこの布陣の突破は困難です。このステージでは序盤の布陣を突破するまでが一番大変だと言えるでしょう。右サイドに隙があるので、突撃ユニットを初手で手札に持った場合はすぐさま右サイドを上がらせてしまいましょう。右サイド突撃が成功したらあとは我慢比べです。相手の攻撃を効果的に受け流していきましょう。このステージをかろうじてクリアしたとしても、次のステージではモスラバトラの強力コンビが飛んできます。左サイドにはスーパー X も出てきますので、このステージをノーダメージでクリアすることは不可能だと思っていた方がいいでしょう。僕もモスラバトラの攻めに耐えきれず、後半戦で初めてやられてしまいました。後半戦初めてのコンティニューです。コンティニューではこちらの HP が満タンになってくれるのが非常にありがたいですよね。このステージでは下手に突撃速攻を仕掛けるより、モスラバトラをリーダーに引きつけて迎撃することをまず最優先で考えましょう。また攻撃そらしを考えるなら、モスラに向けて優先的にデコイを放ちましょう。バフ効果付きのモスラの攻撃はかなり脅威ですからね。突撃を仕掛けるにしろ成功法を仕掛けるにしろ、モスラバトラを倒してしまった方が後の戦線が組み立てやすくなります。モスラバトラを倒したら左サイドのスーパー X2 機、そしてキングギドラを倒してしまいましょう。もしくはモスラバトラを倒したタイミングで右サイドをシーサーに上がらせれば、そのままクリアしてしまうこともできるかもしれません。ただし波の戦力で対抗できるステージではありませんので、ご自身の戦力をしっかり育て上げてから後半戦を戦っていきましょう。後半戦を完走するためには、そうですね、ユニットのレベルは20以上、星4でもレベル7くらいは欲しいところです。ゴジバトを始めたての方にはかなりハードルが高いかもしれませんが、ユニットが育ってきたら超えられないステージではありません。ぜひ諦めないでユニットの育成に励んでほしいと思います。さてさてさて、前シーズンでも一番ゴジバトユーザーの心を折ったであろうステージがやってきました。ウェーブ84ではキングシーサーの突撃時刻が待っています。このステージの難易度を上げているのは、相手は存分に突撃を仕掛けてくるくせに、こちらの奇襲攻撃にはかなり耐性がある布陣が整っているということです。ビオランテリーダー、その周りにマーカライトファーク、両サイドにスーパー X、 キングシーサーにしろモゲラにしろキリュウにしろ、こちらの突撃速攻で攻略することはまず不可能なステージです。さらに3体同時にシーサー突撃を敢行してくるので、このステージでは防御を優先して考えておかないと攻め込むことすらできません。案の定僕も負けてしまいました。前シーズンでもこのステージはかなり手こずったんですよね。3体のシーサー攻撃を受け流すためにはカマキラスの群れ、ネガギラスが最適でしょう。ゴジラの突撃を右サイドからやってみたこともありますが、
相手リーダーの後方から回り込むようにキングシーサーがやってくるので、シーサーの突撃とスーパー X、 そしてビオランテリーダーの範囲攻撃によってゴジラの攻撃は届きませんでした。その後、こちらはメガギラスの召喚で3体同時突撃を回避し、最悪の事態は免れました。しかしシーサー3体がやられたとしても、相手はガイガンを次々に投入してきます。スーパー X もいますから、地上ユニットのみではまず勝ち目のないステージと言えるでしょう。3体のキングシーサー、そして両サイドのスーパー X を退けることができたら、ようやくこのステージに巧妙が見えてきます。3体のシーサーを倒した後は右サイドに連続でガイガンが出てきますが、同時に召喚されるわけではないですし、リーダーや施設に向かってしか攻撃してきませんから、比較的迎撃は簡単です。この右サイドガイガンにはキングシーサーを合わせてあげると一番効率よく倒していけるでしょう。ガイガン構成も退けることができたら、相手の展開は完全に止まります。かなり難しいステージですが、シーサーガイガンの防御戦が成功すれば必ずクリアできます。適切なユニットを適切な場所に配置して、相手の攻撃をさばき切りましょう。ウェーブ86では久しぶりにレジェゴジが出てきます。レジェゴジに有効なのはスタン攻撃ですが、実はデスギドラの登場効果にもスタン効果が含まれています。1回限りの効果ですが、レジェゴジの攻撃やシーサーの突撃を一瞬止めることができるので、リーダー防御の際には重宝する効果です。しかしこのステージでは右サイドのデストロイヤがよりこちらのリーダーに近づいてしまうので、レジェゴジの迎撃を差し置いて、こちらのリーダーはデストロイヤの方を攻撃してしまいます。レジェゴジとデストロイヤを倒せば左サイドの突撃チャンスです。突撃ユニットがいないときは右サイドのファイヤーラドンを素早く倒してしまいましょう。コストが低くなったディメンションタイドにはこんな使い方もできるんです。さあ、いよいよ最終ブロックまでやってきました。ウェーブ88ではスペゴジの後ろにテレストリス、そしてバトラ幼虫が展開されます。最初のテレストリスはバトラのバフ効果をバッチリ受けているので、生半可な攻撃では返り討ちにあってしまいます。ここはあえてリーダーに近づくまで迎撃は避け、スペゴジとテレストリスを同時に攻略した方がこちらの戦力は展開しやすいかもしれません。テレストリスの回復効果も切れていますからね、ステージ中央で迎撃するよりも倒しやすいはずです。序盤のスペゴジ、テレストリス、バトラーを倒したらこのステージはほぼクリアできても同然です。惜しみなく戦力を集中させましょう。ウェーブ89は久しぶりの群れ系ステージです。このステージでのメタユニットはビオランテやキングギドラ、ヘドラやモスラの範囲攻撃ユニットです。特にデストロイヤー様態の集中攻撃は受け続けると厄介なので、範囲攻撃持ちがいる場合は即座に展開させましょう。しかしながら範囲攻撃持ちがいない場合は一気に囲まれて袋叩きにあってしまいます。群れ系一体一体は大したことないですが、これだけ集まるとかなり厄介です。この場面ではギドラがコスト1分上がった弊害が出てしまいましたね。ギドラがコスト6のままだったらこの場面は切り抜けることができたでしょう。ビオランテだったら進化前でも活躍できるんですが、欲しい時に限ってそのユニットが来ないんですよね。コンティニューした次の挑戦ではスペゴジで囲まれ回避を仕掛けつつ、ミサイル攻撃の成功、さらに左サイドのキングシーサー突撃が決まって無事にクリアできました。今回はやられたステージをコンティニュー1回でクリアすることができてますから、かなり手札運はいいと言えますね。最終ステージ、このステージの構成は前シーズンと変わっていません。最初にモスラ幼虫とレジェゴジが登場します。このモスラ幼虫が意外と厄介なんですよね。こちらが展開したゴジラと対マンだったらレジェゴジには勝てたんですが、モスラレオの突撃が遅く決まりゴジラの攻撃がそれてしまいました。この展開で綺麗にモスラレオとゴジラが生き残っていたら、おそらく速攻で決着がついていたでしょう。
一瞬のミスによって勝機を逃した瞬間です。右サイドにはバトラ幼虫のバフ効果を受けたキングギドラが登場します。これを下手に迎撃しようとするのは自殺行為です。このギドラはリーダーに近づくまで何もしないのがベストでしょう。しかしこの戦いではスーパー X の迎撃にもミスり、終始押されっぱなしで結局負けてしまいました。本当に最初の好機を逃したのが痛かったです。コンティニュー戦でもせっかく進化したゴジラウルティマを生かしきれず、ギドラとスーパー X の攻撃を受けて倒れてしまいました。このウルティマ配置をもう少し遅らせてリーダーと一緒にギドラを迎撃できていたら、もっと違った展開を作ることができたでしょう。ここに来てまたもやミスしてしまいました。その後粘ってもヘドラ、キリュウ、ウルティマ、デスギドラに囲まれてニッチもサッチもいかない状況になってしまいました。後にして思えば一瞬早くカマキラスの群れを展開することができたら、もっとうまく攻撃をさばけたかもしれません。ウルティマとヘドラの攻撃そらしが間に合いませんでしたね。コンティニュー回数を使い切り、再びウェーブ88から上がってきました。今回はレジェゴジの攻撃を受け切ることにしました。マーカライトファープとガイガンリーダーの攻撃で最小限のダメージで倒し、右サイドの群れにはラドンを向かわせます。ノスラ幼虫を同時に展開して成虫への進化時間を稼ぎます。さらにマイステージまでに進化させたウルティマさんも来てくれましたね。やっぱりテフダウンはいいようです。ここにもゴジバト神社のご利益が出ているようですね。バフ効果付きのギドラをリーダーまで引きつけてから最高のタイミングでウルティマさんを展開できました。前回のリベンジ成功です。左サイドにはモスラレオを飛ばし、ビオランテの討伐とスーパー X の注意を引きつけることに成功しています。ここで一気に勝負に出ました。ガラ空きになった左サイドをゴジラの突撃で一気に上がらせます。これにはゴジラの攻撃を当てることも目的に含まれてますが、残ったスーパー X の注意を引きつける意味も込めています。こちらのウルティマはまだ前線には参加できませんからね。右サイドに出てきた相手のウルティマに向けては進化したモスラ成虫を飛ばしていきます。意図してませんでしたが、この展開はなんだか昨日公開したモスラの科学で解説した状況になってきましたね。モスラは倒されてしまいましたが、ウルティマの追加攻撃、そしてモゲラの奇襲攻撃を成功させて無事送信撃バトルをクリアできました。最後は僕が最も得意としているモゲラ強撃戦法で決めることができたのも、なんとも気持ちがいい勝利でしたね。いやー、対戦ありがとうございました。そして今回のスペシャルミッションですが、なんと1回の完走で全てクリアすることができました。こんなことは初めてなのでちょっとびっくりしちゃいましたね。芹沢家の戦力全体が上がっていることもあるんですが、適切なユニット配置を狙ってできている証拠かなと思います。まだ多少ミスはありますけどね。いつかそんなミスも帳消しにできるくらいのプレイスキルを身につけたいものですね。今回は送信撃バトル後半戦の主要ステージを解説させていただきました。明日からノーカット版を公開いたしますが、ウェーブ83からのコンティニューで動画を分けて2つのノーカット版を公開します。各ステージのより詳しい戦況はノーカット版でご覧いただければ幸いです。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。